こんにちは。こんにちは。パセリのリリアです。シエルです。レッスン2はいかがでしたかな、うん、夜にかけるとレモンをみんなの前に歌ってきてて嬉しかったよ。うん。そう、やっぱ最近寒くない？寒いよね。寒いよね。うん、この鬼の寒さで外を出るたびにもう邪気を感じたの。何を？空気の中、邪気。イボスピリッツ。なんかそろそろ節分だからかな。そうかな。節分って、みんな節分何するの？鬼になる。鬼になる？鬼になる。じゃあ、豆。コンビニいっぱいコンビニじゃん。スーパーいっぱいおってるから。豆を。やだーそれは。まいったらいいから。ダメー。それだと、もう、邪気？イボスピリッツを滅。そう。麻滅する。鬼虐待は良くないよ。いや、滅。鬼滅みたいに滅する。うえ。じゃあ、豆まきはして、はい。他何あるかな、うん、皆さん教えてくれるかな、絵本巻きを食べるんじゃない？あれあった。絵本巻き、うん。確かに、コンビニいろいろ置いてあった。うん。絵本巻き何のが好き？何？私食べたことないから、とにかく美味しいものいっぱい入ってそうなのを食べたい。明太子とか。あ、明太子。明太子、今、明太子も肉。明太子も肉。うん、明太子も肉。うん。肉がたくさん入ってるのがいいかな。まあ、確かに野菜ではないから、肉。肉。だよね。皆さん何が好きかな？好きな絵本巻き、教えてください。commentary 見つけて、Twitter で教えてください。全部読みます。今年ならそれ、うん、あれよ。あの、鬼滅の刃の波に乗って、はい。豆つのサッパ巻きもあるじゃないのかな、どこに。え？売ってそうじゃない？そういうの食べてみたい。食べてみて、どんな味だろう。サバ巻き、豆つのサッパ巻き、強そう。強い？強そうじゃない？豆つできるよ。あ、もう時間ない。そろそろ時間だったから、あれ言うんですよね。うん、鬼は外、服は中、内。じゃあ、皆さん、鬼は外、服は内。豆をまいてー。やだー。美味しい節分を。あ、じゃあまた、来週月曜日のレッスン3で会いましょう。はい。来週のスタート時間は8時じゃなくて、夜の9時。うん。9時。9時だよー。OK。じゃあ、また来週。バイビー。バイビー。